こんにちは。で、今回なんですが、ちょっとこう武術っぽい遊びっていうのをやってみたいと思います。一番最初に僕が出した本、古武術介護入門っていう、本、もう今から16、7年前になりますかね。まあ、その中にもちょっとこう、力に頼らない体の使い方っていうことの、参考例として出したんですが、この中指と薬指を折ったこう狐の手っていう、まあ、この手の使い方をすると、まあ、無駄な力が抜けて、まあ、体全身が効率よく使えるっていうことをやってみたんですけど、まあ、この、体の使い方なんですが、じゃあ実際にどういうふうな効果があるのか、まずそれをお見せしてから、解説していきたいと思います。じゃあお願いいたします。2人一組でやる遊びなんですが、受け手と攻め手で分かれます。受け手の方はご自分の手首のあたりを持ってギュッと構えてください。まあ、こんな感じですね。で、攻め手の方なんですが、2種類の、引き方っていうのを行っています。で、最初にですね、手をグッと握った状態で引っ張ろうと、します。まあ、普通ですと、まあ、グッと握って握力ちゃんと出して引っ張るっていう方がいいだろうっていう感じなんですけど、ここで引っ張ってます。じゃあ、ちょっとグッと腰を落として構えてください。この状態で引っ張ろうとするんですが、さすがに、体格差もあるので、引こうとすると、まあ僕の方が引きずられてしまうような感じになります。そこでですね、この、中指と薬指を、曲げた、この狐の手っていうので引いてみたいと思います。これなんですが、まあ、パッと見2本指だけで弾いてるっていう感じなんですが、意外とこれ力出やすいんですよね。じゃあ、もう一回構えてください。もうこれは本当に、かけて弾くだけです。で、これでやってみますと、こんな感じで、結構引っ張ることができるんですよね。ここでどういうことかっていうと、実は、最初にグッと握ってしまうと、まあ、握力中心で力が停滞してしまうんですよね。で、まあ、手先のこの握力、腕力、まあ、肩、背中、足と、まあ、バラバラに動いてしまって、全身の協調性が引き出せない。ところが、中指薬指ですと、まあ、全然ここで力感がないです。まあ、引っ掛けてるだけ。です。で、力感がない。しかも、力んでもないっていうことなんで、まあ、全身が強調されやすい体勢っていうのができてくるので、まあ、これで引っ張った方が、引っ張りやすいっていうことなんですね。あとは、まあ、ちょっと要素として油断しちゃうのかなっていうのもあると思います。やっぱり握られてると警戒しますよね。あ、これ、ぐっと力くるだろうな。このかけてるだけだとそんなに力出ないだろうっていうことで、警戒心がないうちに、ぐっと引っ張っちゃうっていうことができるっていうことなので、まあ、そういった予測を外すっていうこともあります。あとですね、まあ、このかけ方なんですが、実はいろんなところで見られていまして、電車の吊り革なんか捕まるときってよく観察してますと、特に丸い吊り革なんかでやるんですが、ぎゅーっと握ってる人ってあんまりいないと思うんですよ。よくよく見てみると、中指、薬指を中心にして軽くかけてるっていう人が多いと思います。あと、バッグなんか持つときも、よくよく見てみると、まあ、この5本指全部でギュッと握ってるんじゃなくて、中指、薬指が中心に自然となってくるっていう人も、多いと思うんですね。で、実はこれちゃんと根拠がありまして、指の、ちょっと筋肉が、関わってると言われています。この全部の指を伸ばす、筋肉、総指神筋っていうのが、まあ、5本指全部についてるんですが、もう一種類伸ばす筋肉ってありまして、母指神経、実神経、小指神経っていう、この三つを伸ばすそれぞれ専用の筋肉があります。でも、この中指と薬指には、それ専用の伸ばす筋肉っていうのは実はついてないんですよね。ということは、中指、薬指は屈曲の方が優位な指であるっていうこと。なんですよね。まあ、そういった構造上の理屈から、実は、物を、握っ
ったりこうかけたりするっていう時にはむやみやたらに力は入れなくていい。もうすでに中指薬指が中心にこうかける構造ってのはできてるっていうことなので、まあそういった解剖学的な構造を実感するためのゲームっていうのを今回は紹介してました。キツネさんの手って僕は呼んでるんですが、まあこれスタンハンセンのこうポーズだったりだとか、手話では I love you だったりとか、まあいろんなところでこの形って見られるんですが、実はこの使い方まだまだありますので、まあ今後ちょっとあの折を見ては深めていきたいなと思います。まあ今回はこのキツネさんの手っていうことをご紹介してみました。ありがとうございます。